ヘッテスバッハ。ヘッテスバッハは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州ラインイコールネッカー軍に属す、町村、以下、本校では便宜上、町と記述する。この自治体には、同盟の集落以外の集落はない。以下本校では、この自治体を便宜上、村と表記する。ラインイコールネッカー大都市圏に含まれるヘッテスバッハは、 オーデンバルトを流れるウルフェンバッハ川の渓谷に一致している。村域は海抜180メートルから460メートルの標高にあり、ネッカータールイコールオーデンバルト自然公園の一部となっている。この村は北をヘッセン州のバルトイコールミヒエルバッハ、東をエーバーバッハのブロムバッハ地区、南をヘッセン州ヒルシュホルムのランゲンタール地区、南西を シェーナウのアルルトノイドルフ地区西をハイイド西ハリヒクロイツシュタイナ派と境を接する。この地域に入植が始まったのは、おそらく12世紀の終わり頃だと推測されている。ボルムス司教の命により、ブリーカー三世、本シュタイナ派が、ハーフェンベルク城を建設し、ハーフェンベルク家を創設した。ハーフェンベルク家が衰退した1300年以降に、 フファルツ選定校が城と合わせて入植地の領主権を獲得した。1322年にはヘディスバックとして初めて文献上に記録されている。この村はハイリヒクロイツシュタイナ派の管理下に置かれ、境界上はネッカーシュタイナ派の会に置かれた。1803年にバーデン領に移された後、1810年になって独立した村となった。 バーデンイコールビュルテンベルクの市町村再編の際に新しく創設されたラインイコールネッカー軍の一員となった。1975年以降、この村は軍内の市町村中で最も小さな村である。この村はシェーナウに本部を置くシェーナウ自治体行政連合に属している。この村の議会は議長を務める市長のほか、 5年ごとの直接選挙で選出される8人の議員からなる。2004年の選挙で選出された議員はいずれも無所属であった。2013年からヘルマンローと無所属がヘッテスバッハの主張を務めている。図柄、赤字に銀のハープ。この紋章の図柄は1911年にゲネラル・アンデス・アルヒーフが作成した。 主体なハケの紋章にも使われているハープをあしらったものである。村はこの紋章を採用したにもかかわらず、新しい印象を作成しなかった。このためこの紋章が正式に使われたのは1950年の村議会決議以降のことである。ヘッテスバフ派の魅力は、その自然環境、多くの森林遊歩道、様々なスポーツ活動に利用できる広場などである。 歴史的な中心部を通る道路や運河は20世紀の初めから徐々に作られたものでり、2004年に改修が行われた。この村の中心部には、ベータース教会やエルフナーハウスのある教会広場が1986年に新たに設けられた。エルフナーハウスは毎年ヘッデスバッハの教会会記載が開催される村の祭事場となっている。 ペーパース協会は13世紀に防衛協会として設けられた。内陣は当時の建物である。ちょうどとの義母子型の屋根は18世紀の改築によるものである。内陣のフレスコは15世紀のもので、偶像破壊の時代1556年に塗りつぶされていた。20世紀になって再発見され、修復が行われた。教会には、 1804年のオファーマンオルガンとバロック様式の説教団が設けられている。学校県村役場は1904年に有限としている様式で建設された保護文化財である。学校は1972年に閉鎖され、建物は現在存立センターとして利用されている。ハーフェンブルク、ハーフェン城はわずかな遺構が残るだけである。 おそらく十二世紀に建設されたもので、オーデンバルト南部で最も古い城である。この城は、ハーフェンベルク家の居城で、ヘッテスバッハ、ブロムバッハ、ランゲンタールの村を統治した。ハーフェンベルク家が衰退した1300年頃に、プファルツ選帝公が城を獲得し、1314年にヒルシュホルン家に出入りした。1340年、エンゲルハルト・フォン・ヒルシュホルンは、 プファルツ公から城を既存するよう命じられる。この命令が実行されたかどうかは明らかではない。15世紀以降この城の名前は工作地の名前として記録されるだけとなった。おそらく14世紀にブロムバッハとの境界に置かれたヒンケルシュタイン・ヒヨコイ氏は自然文化財に位置づけられている。ヘッテスバッハ村が共同出資する幼稚園は 村から約2キロメートル離れたランゲンタール、ヒルシュホルンの宿にある。1972年の学校再編により、基礎家庭学校はヒルシュホルンに通うこととなった。ヘッテスバッハを通って、修道 L3105 号線がヒルシュホルンに向かっている。この道路はヒルシュホルンで、連邦道 B37 号線、ハイベルベルク、モースバッハ及び B45 号線。 ジンスハイムベルシュタットに接続する。ラインイコールネッカーバス交通は、ヒルシュホルンおよびバルトイコールミヒエルバッハへのバス路線を運行している。ヒルシュホルンには、ラインネッカー S バーンの駅がある。ヘッテスバッハは、ラインイコールネッカー交通連盟のサービス提供地域である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。